GTA ロールプレイ。それは GTA 5の世界で構成されたなりきりをベースとした生活サバである。タクシードライバーから弁護士、警察、ギャングまであらゆる職業になりきることができ、多数のストリーマーが身を置くこの世界では様々なコミュニティが展開され続けているのだ。今日も私はこの世界で伝説を紡いでいく。うん、おばさんの車のおしゃがなっちゃったんだの、うん、それじゃ行こうか。あの車売ってる方っていますか、どっかに。あ、正織さんだな。斉藤モータースの、さっき言った警察署の橋渡ったとこだ。あ、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、警察はいねえな、もう大丈夫だ。はい、よかったな、逮捕されなくて起きた。いや、僕助けた方なんですけどね。おかしいな。よかったな。まあこの町はちゃんと秩序がなってるってことやな。あー、結構ちゃんとしてますね。ジャブジャブ。よし、危なかったな。なんかやったんですか、さっきの。いや、あの親父俺にガンつけてたぜ。いや、そんな感じ。危なかったぜ。え、起きた。この世界線では人の車を奪ったら警察が来るのか。はい、あー、通知が行くらしいですね。なんかどうやら来るらしくて。よくないな、起きた。車を盗むのは良くないぞ。ああ、僕はやってないです、うん、あのとある女性の店員さんに聞いたら占いやってくれるんで、うん、あれ、ちょっと待って、これ。まあでもそうな、俺ら地球に生まれたのによ、この地球のものを共有できないんだな。結構走るな、起きた。あ、あのね、走り方があって、うん、歩き方っていうところで6番目間にあるビッグフットってやつやったら速く走れます。これ、これで歩けばこうやって。おお、すげえ。まあとりあえず足がねえならこれで頑張るしかねえな。ああ、はい。チキショ、スカートが脱げそうだぜ、起きた。ああ、大丈夫ですよ。ま、ばあちゃん家の絨毯なんだよこれ。玄関マットもらってきたんだよ、ばあちゃん家からよ。さっき着替え、 あれこれ開いてんのか。あ、ここそうですね、人がもし。え、すいません。すいません。あの、ちょっと電話しますね、じゃあ。はい。あれ、外に何か置いてあるぞ。ちょっとこれ、これは誰のだ。多分店員、ここの店員さんの、うん、あの、ああ、やばいな。これ横にガソリンスタンドあるんだな。ガソリン入れといてやるか。おお、すげえすげえ。おお、すげえなこれ。え、なんか漏れてね。ちょっとこれ、おい、これガソリンなんてねんの。ああ。お前、痩せたこれ。あ、痩せた。あ、あ、何いる。です、俺、ノズル手に入れたからあげる。なんか今、すごい引っ張ってなかったですか。いや、あ、事故ですか。いや、なんか起きたがさ、起きたがなんかライター落としたみたい。助けてくれ。すごいすごい。なんですの、お姉さん。あ、俺もそうなんですけど。お姉さん、初心者だよね。初めまして。初めまして。初めまして。このノズルあげるよ、お姉さん。ラディールブラック。いらないかもしれないでしょ。いらない、大丈夫、ガソリン足りてる。うちのガソリンスタンドボコボコになったって聞いたわ。あ、あの、ま、起きた起きた、正直に言った方がいいよ。彼がちょっとあの起きたかったみたいで、あの、いや、あの正則さん、はじめまして。はじめましてだな。彼がガソリン入れようとしたら爆発しました。君の手にな、君の手に俺から見たらノズルを持ってるようにしか見えんのだが、あ、落としたな。ああ、カービィアの社長やってる斉藤正則っていうんだ、よろしくね。よろしくよろしくお願いします。で、ここのコンビニとガソリンスタンドはうちの経営なんだわ。うん、あ、そうなんですね。そう、そう聞いてます。いい、はい、いいコンビニですね。車が欲しくて来たんですよ、ね、車が欲しい、なるほど、はい、いくらぐらいの目処だ。500弱はあるんで、あの、お互い。はい、私も500弱あります。1台でいいのか。あ、2人ともが。いい車が欲しいですね。いい車はじゃ出せないな、500じゃな。え、まあ、この中に青い矢印見える、あっちの。はい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 、はい、あそこでいろいろ見れるよ。こんな感じなんだ。まあ、全体的に、うん、まあ、性能で値段が決まってるからな。500万は正直この街ではな、うん、1日で稼ごうと思ったら稼げるわけよ、すぐに。コンパクトクラブ買ってもいいですか。クラブはな、はい、280万円だ。ありがとう。おばくんが車に対してどういう知識あるかわからんが、うん、どういうものが好きなんだ。俺はね、ああ、ベンツしか知らねえんだ。
車に求める性能があるだろ、はい、こういうのがいい、あーでもいい、やっぱハンドリング良くて、スピードがあって、燃費も良くて、でちゃんとブレーキも、それが全部叶うとしたら大体2000万以上って覚えといて、うん、これちょっと沖田くんには内緒なんだけど、うん、内緒、うん、沖田くんは今280万円の車、うん、あのクラブっていう車にしようとしてんの、ってこと余るじゃんお金、ね、どうしよう、220万も余ってる、どうする、いや余ってるね、なんでなんで余らすの、余らすなら、初日のさあねえ、きたくんさっき僕のこと引いたよね、引いたの、そう引いたの、さっき車で引かれたんですよ、この人ね、沖田君にそんなことされて俺は500万か、俺の命の値段は500万ならば、わかりました、わかりました、あの、わかりました、あの、わかりました、あの、はい、はい、あの、余った分で、あの、え、いいんだの、じゃあちょっとそれ相談してくれる、今ね、救助依頼が今来たから、ちょっと助けてくるから、そうなの、だから車をちょっとじゃあ沖田君一緒に選んでて、沖田、沖田、700万の、はい、予算700万以内で選ぼうか、沖田、はい、大丈夫ですか、あ、大丈夫です、大丈夫です、あ、なんかレディーガガみたいな、この人ね、この人ね、車で人を引くから気をつけた方がいいよ、怖い人なんですの、 でも、ね、それは違います、そう、でも、でもね、お金くれるんだ、私、マリーアントワと申しますわ、マリーアントワさん、今日は初めて起きたんですか、待って、警察だ、気をつけろ、気をつけろ、気をつけろ、何もない、気をつけろ、こんにちは、気をつけろ、警察官の後藤レムです、あ、後藤、よろしくお願いします、後藤してんですか、後藤、後藤ね、後藤、あ、後藤、後藤です、え、彼は指名手配ですか、沖田君、あ、違いますか、はい、いい車乗ってますね、これ、あれは、これ、パトカー、パトカー、あ、これパトカーって言うんですか、いやいや、見たら分かる、これいい車、これいい車ですね、たまお、いや、たまおの将来がちょっと心配だな、レイ君、タワーはすごいぞ、おすすめの車ね、今700万でおすね車買おうとしてるんだけど、めっちゃ車乗ってるよ、何君か初心者で、車買うって言ってるやつは、あ、俺、俺だよ、山本さん、タマオさんって方、あ、そうだよ、来てる、よろしくお願いします、よろしく、なんか見たことある気がするけど、じゃあ改めて北区まなみです、よろしく、あ、よろしく、あれ、天の弱さん、よろしくね、俺たち髪の毛食べて思われてない、髪の毛ね、そう、ね、そう、あのトルコで植毛してきたんだ、山本さんってよろしくお願いします、車売ってる人なの、俺はね、メカニックだね、あ、メカニックなの、改造してくれるってこと、まあ、初心者だから、まあ、タワーのぐらいにつけてあげる、無料で、マジで、あの、700万でさ、おすすめの車ちょっと教えてくんない、700万、うん、どういう車がいいの、あのね、まずハンドリング良くて初速が出てスピードも出てでブレーキも良くて、店長、店長おすすめないですか、ね、700万で、うん、いい車って言ったらバグランドだな、ちょっと見てみるね、バグランド、こっちおいで、こっちおいで、こっちおいで、うん、いや店長優しいな、みんな優しいぞ、バグランドな、これだ、おお、めっちゃいいじゃん、これちょっと一周回ってきな、すげえすげえすげえ、これフルカスイユってあのカスタマイズしちゃってるからあれだけど、 ありがとう、ちょっと行ってきます、ちょっと運転してみな、あ、すいません、あ、すいません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 、あ、すいません、これで決まりやろ、これ沖田と一緒に乗っていくぞ、どうだ店長、これで決まりだ、じゃあバグランドにしようぜ、タモくん、うん、この世界にも道路交通法っていうものがある、ごめん、なんかこのバグランド、うん、バグってたかも、今初心者マークついてるからいいけど、うんうん、あのその初心者マーク外れたら、うん、道路交通法で切符切るからね、すいませんでした、あの120キロまで、ね、120キロまでね、この下道はね、はい、で高速道路は150キロまで、うん、でも警察にバレなければいいよ、あ、警察にバレなきゃいいんすか、ありがとうございます、うん、なってもありがとうございます、なんか車買ったら一緒にカスタム色だけ買いに行きませんか、あ、いいねいいねいいね、買いに行こう、はい、うちでやってくれよ、あ、いいですよ全然、ちょっとじゃあ車改造しに行きますか、はい、行こう行こう行こう、あ、行ってらっしゃい、なんだ、あれ、沖田いた、沖田についていけばいいか、おい、沖田、おー、俺の方がいい車乗ってんだ、沖田、
れちょっと待って、起きた起きた、置いてきた、あーそっちかそっちか、おお、負け。ええー、やっちゃって。やっちゃっていいっすか。どこですか。ええー、今日初日だしな。どこまで、どこまでサービスしてくるんだろうな。行っちゃうんだろう。後ろ、後ろのマフラー、マフラー。マフラーから行っちゃおう。うん、ピンク、これで行こう。うん、これで行こう。これで行こう。うん、うん、うん、これ、これ、これ。こんぐらいかな。で、あとはターボをつけてあげるから。うん、ターボ？からの？これ150万。いや、からではない。これ150万それから。150万？からの？山本？からの。山本の？せやな。もう一個やってくれたけど。どれがいい？エンジン、うん、エンジンかブレーキかトランスミッション。あー、いや迷うな。エンジンで行こうか。サブカラー、色だね。色だね。色が、あ、ピンクで行っちゃおうか。オッケー、じゃあピンク、ね、メタリックのピンクでいっちゃおうか。あ、メタリックピンク、あ、でも、いや、どぎついやつでいくか。どぎつくもアピール、パールも入れちゃおう、パールも、うん、パール、パール、パールでこれもうきつくなる、これ、ほら、うわ、うん、でもさっきの方がいいな、うん、あと、こんぐらいかな。いいね、いいね、いや、ありがとう、山本、最高だ、これ。うもうすぐ終わりますよ。え、もう終わっちゃうの？ちょっと山本、山本、俺タイヤ変えてほしいよ、後で。いや、もうちょっと金持ってこい、それは。じゃあ分かった、山本、金はさ、俺あるからさ、100万なんか知らないけど。起きたからあともう100万、あと起きたからもう100万もらう。え？ 200 万でやったっけ、200万で。200万だってホイール変えんの、めっちゃかかんだけど、起きたらどうする？割り勘する？これだ、これ、これ、この金、この金がいい。いや、だから、だから、そんな匂いがして。よし、山本、また会おうぜ、ありがとうね。オッケーオッケー、山本さん、ありがとうございます。この代金はね、あの、沖田につけといて、ありがとうね。分かったよ、分かったよ。え、何のお金、何の、続く。